こんにちは、三兄弟二郎です。このテーブルがちょっと汚れてるんですけども、わかりますか、これね。まあ、とりあえずちょっと今からやる前にこの、ね、この汚れがあるんですけど、これ水拭きで、こうね、拭いても全然取れない汚れがあって、これまあちょっと子供の机なんですけども、学習してる机で、これをちょっとね、取れないということで、一度アルカリ電解水をかけて、取ってみますか、これね。ね。まあ、あれですね、テーブル、アウトドア用のテーブルをこのね、アルカリ電解水で磨いたらすぐに綺麗になったので、そろそろいいですかね、これね、ちょっと。拭いてみます。あら。はい。ということで、アルカリ電解水でも落ちませんでした。まあ、どういうこっちゃって感じですね。ということで、まあ、これはまあ、まあ、関係ないあれなんですけど、一応ちょっとね、実験しようかなと。今日はこの iPhone 8 Plus で使ってたこのね、ケース。これが、非常に汚いですけども、これね。まあ、ちょっと水拭きで拭いたんですけど、まだ全然、この何やら、ようわからん。ね、この汚いものがあって。これ取れるんかな、これ。ね。これちょっとこういう具合な、あれで、分解できるんですかね、これね、こう。ケースが。あら、これもう、分解できんのか、これ。ねえ。あ、でもこれ、分解できるんか、これ。まあ、一度これをね、あら、もうこれ、あかんのかな、これ。これをこうやって、もう一遍、ね、ひっつけたときに、うまい具合に、ひっつくかどうかってことですね。まあ、なんかまたこうね、使えそうな状態です。こうやって。ね。きちきちきちっとはめていけば。ということで、まあ、とりあえずこれを、ね、取って、アルカリ電解水でちょっとね、磨いてみますか、これね。この板は、すぐにきれいになりそうな気がするんですけども、ね。アルカリ電解水で、ちょっとね。ね、拭き取ってみますか。ね。まあ、綺麗になりました。このちょっと、ね、綺麗にならない部分は多分これ傷の部分ですね。綺麗になりました。このね、プラチックの板は。ではまあ、こっちのこのね、ほら、結構、なんかこうね、へばりついてるやつをこうね、アルカリ電解水をかけて、こうね、歯ブラシで磨いていきますか、一度ね。ね、こう。こんな感じで。いっぱいかければいいのかわからないですけど、とりあえずね、アルカリ電解水をかけて磨いていくと。
よし。よし。こっちのね、外側もちょっとね、磨いておきますか、ここね。気持ち磨いておくと。よし。よし。これはちょっと、ね、洗ってきます。これをね。一旦水洗いしてきます。はい。今、水洗いをしてきて、まあ、これね、今ちょっと、サムネイル用でちょっとこう、配置しております。まあ、終わった後なんですけど、ということで、このね、プラスチックの、ね、板と、これね、今、ね、これ綺麗になりました、これ、非常に。ね、あんだけ、結構、ね、何の、あれか分からない。多分、汗とか、汗汚れ、ね、それが染み込んで、非常に固まった状態になってたと思います。こういう状態になりました。で、これね、これをこう、うまいことつけて、どっち側に、あれがね、混んでいいか。これね、今ちょっと、上手にちょっと今、つけていきます。これをね、ちょっと、つけていきます。なんとかこれね、これね、ちゃんと、ひっつきました。で、ね、こういった状態で、綺麗になりました。まあ、他のカバーも同様、多分アルカリ電解水でね、洗ってあげれば、綺麗になるのかなと思います。まあ、もともとこれカバーなので、傷とかはもうね、アルカリ電解水では綺麗にならないんですけども、まあ、これだけ綺麗になれば、またね、フリーマーケットですかね、メルカリとか、ペペフリマとかでまたね、カバーをつけて iPhone を売ったり、できる状態になるのかなと思います。まあ、カバーだけ売ってもね、なかなか売れないとは思うんですけど、ということで、アルカリ電解水でカバーをきれいにしてみました。まあ、大成功です。では、また。